じゃあ早速始めていきます。はい、第1回目のアポなしテレフォンのゲスト、はい、名前をどうぞ。はい、大宮ルディージャベントスの有吉沙織です。イエーイイエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速簡単な自己紹介してもらいます。はい、あだ名はキングです。なんでキングなの？高校の時にコードネームがあって、先輩にそのキングっていうニックネームをもらいました。神村学園のコードネーム。そう、神村学園のコードネーム。キングの他にもあるやん。アリ、アリ、アリ、違う、アリ、アゴじゃない、アゴじゃない。どうしても言わせたいじゃん。はい、じゃああだ名は、はい、キング、アリ、アゴ。結局入れたんかい。次いきます。はい、生年月日は。生年月日は1987年11月1日です。年齢は35歳です。恥ずかしい。ねえねえ、35歳ねえねえ。そっちもね。はい、血液型は。血液型は A 型です。星座は。星座はサソリ座です。出身地は。出身地は SAGA 佐賀県です。SAGA 言い方の癖。癖しかない。はい、じゃあ最近のマイブームは。最近のマイブーム、あ、料理です。マジで。うん、マイブーム頑張ってます。すごいでしょ。すごいすごい。じゃあ美味しい食材をぜひキングにお願いします。皆さんお願いします。いろんな食材をお願いします。ここまで。はい、そしたら、うん、次はサッカーモードに入ります。サッカーモード、はい。ポジションは。ポジションはサイドバックです。得意なプレーは。得意なプレーは駆け引きの中で下からビルドアップしていって攻撃参加です。そしたら今まで対戦した中で一番嫌やなって思った対戦相手は、はい、ウィリーガーの中で。ウィリーガーの中で。あ、日本人の中で。日本人の中で。まあ、たくさんいるんだけど、浦和レッズの清家貴子選手かな。なんで？なんか、まあ、スピードもパワーもあるのが、まず体入れて取りたくても結構パワーで弾かれるし、で最近右利きで左サイドにこうマッチアップすることが増えて、で右に持ってかれるとシュートも打たれるじゃん。うん、なんかそういういろんな選択肢があるから自分は苦手なタイプ。おお、すごい。この質問なんで入れたかっていうと、サメちゃんがこういうのを聞きたいって言ってくれて。サメちゃんのアドバイスをいただいて。はい、もうスポンジなんで何でも何でも使わせてもらいます。さすが。はい、そしたら、はい、キング、エースチャンネル YouTube チャンネル登録してくれてる？うん、多分。多分今してないな、してないな、それしてないな。今すぐ言って、今すぐ。わかった。で、YouTube にあるってこと？YouTube にあるよ。 YouTube 開いたら A チャンネルって検索したらすぐ出てくるんです。ほんとだ、すごいじゃん。1540人もいるじゃん。そうやで、すごいねんで。追加しましたよ。ありがとう。いいよ。あのさ、 YouTube あんま見ないんだけど、これ見るね。うん、見て。だってキングも知ってる人いっぱい出演してくれてるから。そうだよね。だって沢さんまで出てくれてんで。そうだよね、一発目それだったわ、完全に。やったー、めっちゃトロッちゃん増えました。イエーイイエーイイエーイ。そしたら、うん、ここで、うん、はい、このアポなしテレフォンのメインディッシュです。はい、メインディッシュ来ました。じゃあキングが紹介してくれる人は誰でしょうか？そうだな、まあ、迷うけど、いろんな人紹介したいけど、ここは日テレ東京ヴェルディベレーザの村松智子選手を紹介したいと思います。先日の皇后杯で優勝したベレーザのキャプテン。そう。じゃあ早速電話かけてもらっていい？あ、なるほどね。うん、カツオにね。うん、うわー、出るかな。はい、ビーガル。ビーガルな、頼むよカツオ。出てくれ、ほんと。今かけてます。ありがとう。3コール目頼む。アリさんからの電話だぞ。これきついかも。
でへでへ、これきつくない？でへでへ、待て待て待て、もうちょい、もうちょい、もうちょい、まだもうちょい粘る。10個類な、10個類な、9、頼む、出ない。でへへ、あつー、でへへ、頼むよ。分かった、うん、じゃあ先にカツオとの関係性、うん、リングとカツオとカツオの関係性をお願いします。ベレザの時の、うん、なんだろう、先輩後輩っていう感じ、うんうんうん、ベレザの時から可愛がってる後輩の一人です。おー、じゃあそのカツオへメッセージを次回出るから、とりあえず3コール目ぐらいで出てほしい、電話には。めっちゃおもろい。先輩からの電話にはすぐ出ること、絶対か、うん、もう一回かけてみてくれへん？ OK、 もう一回いくよ、お願いします。はい、あー、これやばいわ、絶対出ない、出へんな。さ、オフしてるからさ、今。そっかそっか、オフやからか、 それは出づらいでな、出づらいよね。てか、多分出ないよね、これ、うん。そしたら、うん、仕切り直し。じゃあ、違う人行きましょう。お願いします。違う人か。はい。とりあえず、なるみ行ってみていい？お、もちろん。おう。三浦なるみ。おー。お願いします。うん、全然盛り上がないかもだけど、話。全然大丈夫。このテンションで行くから。そうだよね。なるみも出るかわかんないけど、ちょっとじゃあかけてみます。お願いします。はい。マジなるみ頼む。お、もしもし。うわー、出たー。お疲れなるみ。優秀優秀。ちょっと待って、切らないでね。なるみ。出たよ。じゃあキングから説明お願いします。オッケー。ね。はい。田中アスナがさ、やってる YouTube のエースチャンネル知ってる？はい、あ、わかります。それの新しい、はい。アポなしテレフォンに、はい、なんと三浦なるみ選手が第2回目紹介されました。おいー、ありがとうございます。何これ。今自分がアポなしでやってて、はい、当てるかみたいな、そうで、なるみを次紹介したくて電話かけたら、よくぞ出てくれました。あ、じゃあちょっと待って、なるみ一回ちょっと待って、はい、なるみちゃん聞こえる？もしもし、あったです。ちょっと聞こえる、うん、あ、こんにちは、はじめましてではない、すいません、うん、はじめましてじゃないけど、はじめましてぐらいの挨拶やけど、え、はい、次回エースチャンネル出演してくれるかな？いいと思う。最高、これ最高。いいね、いいね。うん、マジナイス。いいですか？ぜひ、マジナイスなるみ。ありがとう。ぜひお願いします、だって。え、お願いします。やったー。また連絡します。うん、また連絡します。はい、ありがとうございます。いいですね、うまい。やったー。これマジ嬉しいね。出てくれると。うん、めっちゃ嬉しい。カツオ。マジ、あいつ。じゃあさ、じゃあさ、キング、うん、もう一回やり直しやで。Okay. なるみちゃんとの関係性は、お願いします。ベレーザー時代からずっと、マジ先輩後輩なんだけど、住んでるところが近くて、すごい仲良くさせてもらってた、嘘、仲良くしてあげてた、可愛がってた後輩です。また可愛がってた後輩何おる？そこら辺がね、家近いんよ、みんな、カツオとかも。じゃあ、なるみちゃんへメッセージお願いします。あ、まずは皇后杯優勝おめでとう。そしてしっかり先輩の電話に出てくれて本当にありがとう。なるみはちょっとおしゃべりはそんな上手じゃないと思うけど、しっかりアッスーが引っ張ってくれるから楽しんでください。ありがとう、キング、バッチリ。よし、よかった、マジ。まだあるよ、まだあるよ、ラスト、ラスト。あ、まだあるね。はい。では、Aチャンネルを見てくれてる
聴者の方にメッセージを一言お願いします。はい、いろいろな選手の普段見れないようなところがたくさん見れると思うので、ぜひエースチャンネル皆さん見てください。ありがとう。イエーイ、完璧。第1回でゲスト最高、完璧。いや、第1回目マジありがとう。こちらこそマジありがとう。すごい。そして企画者神。え、企画者神。え、でも企画者のことはまだシークレットやね。OKOKOK。 このアポなしテレフォン発案者、企画者はなんと別にいます。うん、あー、なるほどね。それはそういう感じもあるね。いつか、あのベールが開かれるから。いつだろう。いつか分からんけど。いつか分からんけどな。いつか、いつか絶対登場してほしいっていう。ああ、そうね。うん。だからそれまではまだ内緒。OK。内緒ね。うん。